ンタンさんのこのペットは何て言うんですか？うん、ウタセ。ん？ウタセって言うんですか？うん、僕にも名前つけてくださいよ。インパスター来た。な、私の名前は全弾恐怖症。仲間にはブリーフ海賊なんて呼ぶやつもいたかな。ははは。私はブリーフを履くことを生業としているスーパーヒーローだ。今日も一日ブリーフを履くことによって町の平和をもう富名節。あ、サントスです。覚え芸のところで、3秒前くらいに、殺している血しぶき見ました。私左上の数字を押している最中に下で血しぶきだけ見えてやめてレポート上げに行った感じなんで、リアクターを出た順を洗いたいかな。一番最初夏目さんです。で、時点多分足湯でセンタンさんやと思います、うん、で、扉閉まったんでそこまでは絶対無理やと思います。あ、夏目さんいたと思ったけど違うか。あれ誰も夏目さん言いましたよ、うん、夏目先生先抜けていきました。あ、いても残ってた人がすぐ抜けてった。あ、ごめんなさい。そうなんですよ。あ、でもウェベントで戻ってくるだから 100% じゃないと思って。リアクター直した人は、あ、はい、夏目と誰だっけ、足湯さんだっけ。足湯かな、はい、足湯です。あ、で、竹尾さんだっけ、壁にいたの。僕最後カフェですね。あ、なんか挙動不審になってさ、夏目から逃げていったから。それは多分してんだろう。それは、じゃあ僕視点で隠しろっていうか、隠しろっていうか白出せて、はい、うん、ゾニキさんとマシャカリさんは今回犯行不可能です。あと、ゲンさんも無理だと思います。ゲンさんも無理だと思います。ゲンさん右から来たから、はい、てかカフェテリアでマシャガリさんと最後ご一緒したので、そうそうそう、直近の血しぶきがっていう情報が本当だったら、はい、我々には無理ですね。結構絞れます。ついでに夏目も行ったって証言が取れてるから、それから足湯さんも無理。じゃあ藤宮さんか、僕か藤宮さんか。じゃあ僕は担当さん、センターさん、はい、見えてました。足湯さん見えてましたよ、僕。あ、じゃあ、白書も見えます。で、センターさんも外せるんじゃない。はい、パワーマルしたっていうのはどういう、あれですか、ペンタ受け位置じゃない、受け位置じゃない。あ、もう一回位置ですけど。私が数字をやってる時に、下に血しぶきが見えて、うん、タスクやめて、なんか右に抜けてく人影だけ見えて、レポートって感じなんで、ベントが出てきたかどうかわからないし。あの、この入れてるお二人は誰に入れたんですかね。藤宮さん。藤宮さんに入れました。浮いてるだけで、全然サントスさんもあると思うんですけど。なんか白い多いから別に釣ってっていいんじゃねえ、うん、と。その前釣りしてる。ヤクザ。剛腕ですね。サントスさんまでローラーしてくださいよ。こっちで必死こまら怖い。何も言ってないのに釣る。このパワートーク好き。これはいいパワーだ。俺じゃねえ。藤宮さんを殺したのは俺じゃねえ。同調圧力だった、仕方なかったんだ。俺は藤宮さんを信じたかった。だけど同調圧力で投票せざるを得なかったんだ。許せ藤宮。あ、いいボタンだと思います。いいボタンですね。はい、ナイスです。あの、私視点リアクター組で、藤宮さん以外が他見合って大丈夫だったなら私まで釣ってもらっても全然いいです。あ、一応いいですか。はい、アシュさん。はい、先端さんはできない。先端さんはできないです。絶対にできないです。あ、OK です。そう、3秒前だったら無理だと思います。閉まってたんで。現です。何よりサントスさんがこの3秒前だっていう情報を出すのがご自身がインポスターの場合非常に首を絞めてるんですよね。そうなんですね。という理由で藤宮さんから落としてみました。あと3秒前じゃない場合もないでしょ。だってリアクターにみんないて解散した後に殺されてるってことは結構直近だから見てた。だから左が組の方的にはもともと3秒前、うん、じゃあ3秒前っていうのはある程度分かってたわけです。うん、そうだね。ああ、じゃああんまり関係ないのかな、ね、サントスさん綺麗で釣ってもらっても全然いい。サントさんのセルフもあるのか。うん、存在してます全然。ああ、まあ、僕ないし。サントさんが見た時はもう周り誰もいなかったんですよね。
いなかった、周り誰もいなくて、てか私が、リアクターの覚えゲーをしている、オラフ君しかいない状態で左上のタスクをやりに行って4つ、1、2、3、4押したくらいでしぶき上がる、罰解除、下見に行くレポートって感じです、うん。まあ、あれですよね、あの多分十字路から行ってサントスさんいるの見えてなかったとかかもしれないですね。うん、そうですね。十字路から戻ってかタスクしてる中か、ロアーの面からっていう感じかなと。まあ、あとタスクしてる読みでキルしたとか。あったと思います、うんうん。まあ、可能性低そうですけどね、かなり。そうっす。あれですか、念のためのサントスさんローラーで。あ、ローラーしてもらうので。僕はスキップ入れました。僕もスキップ入れた。あ、ね、マシュさん。好きな方でいいですよ。じゃあサントスさんはもう全無視でタスクを終わらせてもらって、ね、なんか白いことやってもらえれば、ね、近づかない。うわー、サントスが来る、逃げろー、うわー、サントスが来る、逃げろー、だけやらせて。すぐ戻る。でも一応リアクター間に合うかな。ラッキーオレンジ。ゼロ。一応誰がいるか確認しとこう。紫、オレンジ、黒、茶色。ナイスです。ナイス。これ、ナイス。死ぬ前に押しておきますとりあえず。なぜ死ぬんですか。あ、そう。まあ。わかります。インポスターということがバレて死ぬ前にってことですか。辛い。はあ。爪痕を残す。押さないですよ。インポスターと押さないです。そうですね。まあ、確かに。ボタン持ってるんで残してくださいっていうアピールができなくなるんでね。うん。そうですね。僕ちょっと気になったんですけど、はい、この今日の日に左側ちょっと行った人います？今日の日っていうのはリアクターじゃないですか。あ、リアクターなったんで行きましたけど、僕もなったから。そうじゃなくて、初動でストレージ側じゃなくて左側抜けてった人誰かいたと思ったんですけど。ああ、初手ですか。カフェテリアからってことですね。そうです。右行った人は逆に右もいないですか。みんな下。下は、下はみんなどこに行ったんだ。あの初手は僕はメドベイに行って、で、マシュアリじゃないですか。あ、じゃあマシャカリなんじゃないの。あ、抜けるのはマシャカリさんじゃない。いや、あのね、いやメドベイ行ったの夏目先生と僕とあと誰か一人いたの。俺、夏目さんもいるじゃん。あんたもだろ。え、じゃあ抜けてったんでしょ。抜けてったのと違う。いや、大体左って言ったら、ね、竹雄さんの。あ、しかもそれって初手じゃなくて、あの結構なんかカフェテリア停滞した後に行ったから。あー、そういうこと。意図は本当に初手じゃない。え、意図は、僕とゾニキさんって下行ってリアクターなったから仕方なくリアクター行ったじゃないですか、はいはい、そうですね。で、あの僕カフェテリアの左側に待機してる人何人か見てたから、あれ何人かいたんじゃないと思ったんですけど、誰もいなかったから。あ、リアクターにね。どこ行ったんだろう。遠回りしたのに最速で着いたってことですね。そう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 。ああ、なるほど、確かに。だからそれが気になって。ああ、はい。まあ諸説あるよね、それは。諸説言いたいだけ。どの説？諸説。当たるのか。一個前はね、付き合わせてもらったんで行きましょう。赤白茶色、赤白茶色、黒黄色、オレンジ。
そがよ、どうしようもねえじゃねえかよ、あんなことされたら閉じ込められて殺されちゃった。犬の呼吸出ちまった。ふざけやがって。センターさんの死体がメドベイの入り口にありました。メドベイか、うん、あのさ誰だかナビゲーションに行った時にカメラちょっと待って竹尾さんの話しましょう、はい、多分それ言いたいこと分かると思うんですけど、ゾニキさんがカメラ見てましたよね。はい見ました、うん、じゃあカメラ情報をお願いしていいですか。メドベイの入り口ですか。メドベイの入り口入ったところですね。あのカメラ情報ではい、アドミンにいた人とかナビゲーションの方にいた人とかの情報もらえますか。はい、ですね、あの見た初めかなり、誰も映ってなくて、最初に映ったのは足湯さんが十字路から下に降りていく様子。やらなきゃ、メドベイに入った人は誰もいませんでした。ナビゲーション、ナビゲーションはサントスさんが、サントスさんが O2 になっている時にタスクを終え O2 に行って、夏目さシールドから切り返してるの見てない。シールドから、まあ、とりあえずゾニさんの話聞こう。ああみたいな。どうだっけな、シールド。ゲンさんがストレージの配線タスクO2をやってときにやって、僕結論から言うとゾニキさんかなり疑ってます。そうだよな。僕がカメラ見た瞬、あカメラっていうかセキュリティ入った瞬間ゾニキさんカメラのとこいたんですけど、カメラ光ってなかったんですよ。嘘。だからはっ嘘って、あ竹尾さん見て、竹尾さんそれマジで、え嘘だだって他の人が光ってるって言ってるんじゃないのこれ。えいやあのね光っててナビゲーション入っちょっと通ったんだけど、そのタイミングにあの切れたなんかついてなあれつかないなと思って切り返したんで下回りで。え死んだのかなと思ったんですよね。1個だけ情報いいですか。私が小文字のところで、通ってて、ゾジキさんの証言は合っていて、それは大体呼ばれる15秒前くらいの話なので、15秒前くらいからちゃんと見ていたのは見てますよ。それ以前の殺害だったわ。ゾジキさん、じゃあおしまいですか。キレクール貯めてたんじゃないんですか。違いますよ。制裁発信直前はついてました。とだけ証言しておきます。それ以外ちょっと覚えてないです。制裁さん、いじめないでください。あれか。あ、お疲れ様です。俺の最後見たやつはいねんか。僕見てましたよ。扉閉められて、ベントで煽られて殺された。ふざけやがって。ならちょっと油断してたな。いじめ屋さんで落ちてるだろうという見込みで。はい。ナイス。油断していました。はい。いや、私はずっとミッパだったとしか言いようがなくて。待って、ゾニキさんし、じゃあ、あのメドベイの上の死体は見れてないの？上にないですよ、上に。あ、カメラずっと見てたんですよね。ずっとじゃない。はい、じゃあ。ずっとではないですけど、後半は見てました。うん、ゾニキさん視点、僕とか僕も怪しくない？ああ、マシャッカリさん見てないんで。え？あ、そうなんだ。はい、カメラで見てはない。記憶にないって言った方が正しいと思う。あまあ7人なんでそれ必要ないと思うんで、僕ちょっとゾニキさんについてくんで、それで収めませんか。いいですよ全然。はい、ちなみに夏目先生、死体発見したのってカメラ映る場所、目止めの上。あ、僕が発見しました。カメラ映んない場所です。あ、目止めないですか。あ、目止めの中。あ、中です。どこら辺ですか。入ってすぐ。あ、入ってすぐなんだ。自分から情報開示するんですけど、僕エレクトリカルにいて、最初ストレージなんですけど、僕が弁当移動で殺したっていう線も多分ある。順化連合、アホかもしれないですけど、一応言っておきます。多分足湯さん目線、それがあると思うんですよ、はい。僕はそれちょっと思ってました。うん。なんでちょっと言わないですか。足湯さんとマシャってこと？いや、僕はない。じゃあ、足湯さんありえない。足湯さんありえない。あ、ゾニキさんとマシャカリってこと？そう。はい。ゾニキさん、今の話だとゾニキさんか僕の二択じゃないって言って、僕が自分から不利になる情報を出しました。
はい、もうじゃあローラーだ。ローラーは怖いけど。いや普通に人の可能性めっちゃあるから。竹尾さんのペア提案が最適だと思います。そうですね、うん、間違いないです。竹尾さんに間違いないです。お前さっきローラーつってすぐペアに乗したらどういうことなの？間違いないです。あと先端さんは私アッパーリアクター後にアッパータスクやってる時にアッパーにいて、その後多分メットベイ入ってたと思ってて、私タスクやって以降セキュリティ見たんですけど、それ以降メットベイに入っていく人は見てないので、ベントキルは濃厚だと思います。ちょっと多分ね、だからそうですね、マシャカリさんと時間じゃ僕ある。ゾニキさんはキルしてからカメラの場所まで行って見る時間はあります。おそらく時間軸。ああ、そうだと思いますよ。客観視。じゃあ竹尾さんとゾニキさんで。はい。ペアです。いいぞいいぞ。いい感じで紛れましたね。うん。おらしなかったのは偉い。確かに。先端さんのこのペットは何て言うんですか？うん。ウタセ。ん？ウタセって言うんですか？うん。僕にも名前つけてくださいよ。やだ。課金してきました。やだ。何ですか？いいじゃないですか。何？何買ったの？同じやつ買いました、さっき。うわ。これいいなと思って。なんかないですか？ストーカーですか？いや、ストーカーじゃないですよ。いいなって思ったものは買うでしょ、やっぱり。3秒で見つけてください。お願いします。どれ？僕のこの僕どこで死んだっけ？あれ？僕って何？リアクターじゃない？あ、リアクターっすね。ここにいます。あ、いたいた。こいつ。ファロで。ファロですか？ファロ、はい。ファーですか？ファロ。F、F ファロ。ファロですね。ファロ。ファロちゃん。理由わかりますか？全然わからないです。オッケーです。いや教えてくれ。いやーそろそろ記録ってるかな。いや。あ、逆から読んでファロなんですね。違いますよ。絶対そうでしょ。おお、いいボタンですね。マシャカリさん白いな今の。ね、俺アシュさんが死なないようにベントから殺されないようにエレクトリカルでずっと後ろで見てました。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと最初の方聞こえなかったんですよ。なんか言ってます。アッシュが白い、はい、お互い白いなって話を。ごめんなさい、単純に白いなと思ってた。それ、はい、エレクトリカル一人出て戻りました。マシャカリさんが戻ってきました。たぶんね、それやったからね、切り札に見えてね、走ってた。ごめん。ちょっと、いいですか。僕、ちょっとの押したの、理由があって、僕、はい、コミュニケーションでダウンロードをしたタイミングで、ゾニキさん上に行ったと思うんですけど、はい、で、シールドの方に、イベントが動いた。あ、マジで。あ、そういう意図だったんですね、そっちの、はい。どういう動きなんだと思って。で、ドニキさんじゃないです。そうそう。あ、それ見え、私見えてなかったです。何してんだろうと思って。それっていつのタイミングですか？殺せ。難しいですね。そのタイミング。すれ。停電が起こる10秒ぐらい前かな。あ、じゃあ、絶対アシュさんと僕無理。僕停電直してそのあとアシュさん入ってきたから、多分タイミング的に絶対無理。2回目の停電ってことですね。うん。あれカメラ見てた人誰と？カメラ見てたの。あ、じゃあゲンさん。じゃあマシャカリアシュゲン。自分ナビゲーションでさ、うん、上から来るの。サントスさん初日白だから。いけるぜ。ナスメさんはシールド？あ、シールドだっけ？のところで輪っかだけチロチロつってました。サントスさんはトノジのヘドミン前っていうトノジの先っぽでめっちゃ映ってました。それのさ、タイミング言った方がいいと思う。多分自分がスレスレ
そうですね。原産から出す。後半だよね。はい。怪しい。どちらも。え、だから、タケオさんの証言って多分、前半あたりじゃないの。やっちまえ。やっちまえ。待って、一応タケオさんの嘘弁当の広告の可能性は。まあまあ、やっちまえ。じゃなくて、ただ、ちょっと夏目さんも。だったら、書籍でどうすんだって話になってくる。まあ、あ、サントスカメラつってみたい。書籍の藤宮さんじゃない。あ、2回。やっちまえやっちまえ。どんどん詰めていきましたね。やっちまえやっちまえ。やっちまえ。そう、焦ってるんですか、インポスター的に。エントが見られてる。すごいな、これは。メトベ好きなんですかね、ここまでいるってことは、ね、定住するつもりなのかな。なかなかこんなメトベ好きな人見たことないっす。他の部屋が好きな人は見たことあるんですか。いや、あ、ありますあります。 あるんだ。コミュニケーション慎太郎さん、アドミン砂ザメさんっていうイメージ。確かに。あ、入った。あ、銀さんにか見られてるね、メント。これ今、見えた。あ、いや、絶対見えたな、これ絶対見えた。いや、動きにくい。あ、キリ見てないか。え、でも、これ動かな。え、ケイさんは何を思ってここに立ってんの。あ、いやでもこれ、あ、待ってるってことか。サントス、タケオさん、あ、ごめんなさい、あ、どうぞ、はい、あ、ゲンです。セキュリティの中でサントスさんの死体を発見しています。で、私、弁当両方を視認しています。あ、同じく、あの、エレクトリカルから弁当パカパカしてるの見えてました。はい、エレクトリカルから弁当で飛び、セキュリティに向かったインポスターがサントスさんをキルしてメドベイに逃げていくところまで映っています。あ、足湯さん絶対無理だね、俺ら。そうですね、夏目先生です。夏目先生じゃない。待って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 。そんな弁当が好きなやつ誰だ。弁当が好きなやついない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 。夏目じゃない、夏目弁当嫌いだもん。絶対やったでしょ。大好きだったじゃん。夏目先生だ。あー、諸説あるんじゃない、それは。諸説ないよ。両方とも切る弁当じゃねえか。それは諸説あって、原さんとかってはあって弁当大好き漫画よ。原さんとかの説もあるってことですか。うん、どういうふうにゲンさん殺すの。ゲンさんがセルフ。セルフ。でもゲンさんさっきの、うん、ね、弁当を開いた。幽体離脱して切る。そんなゲームじゃない。第一リアル。スキル使った。一リアルそれ。千人のスキルを。スキルを解放して。ずるいっすね。使えそうやけど、使えそうやけど違うんですよね、これは。タケオさん入れてないのおもろいな。なんで入れてないんだ。まだちょっと悩んでるんですよね、タケオさん絶対。まだ核じゃないな。確かに。そうだよね。確かにないよね。すごいな。一でやる。ここまで考える。考える。こっちはある。え、可能性を追っていかないんですか、タケオさんは。結果なんですよ。タケオさん誰と誰だと思うんですか、夏目先生以外だと。夏目先生かサントスさんの自殺。ああ、ある。終わってるんだよな。あ、そう、自殺か。カメラマン。過労死とかね。自殺。カメラの見すぎ、ね。ブルーライトの浴びすぎの自殺とかね。あり。ナイスバイト。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。一つ謝らなければいけないことがあってですね。謝るんだ。先端さんを、うん、ほぼ弁当で入って先端さんに弁当アピール視界外でしようと思って遊んでたら、
先端さんにまさかの見られて、先端さんがあれボタンを押しに行くから、はっこれやべえと思って殺してしまい申し訳ございませんでした。そうなんですね。ドア閉めた状態で、俺弁当つけんだぜ、ウェイ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 、オラみたいな感じかと思ってた。ムカつくわ、それやられた。めっちゃ煽られたと思ってた。扉を閉めて、センターさんが扉に張り付くのを見越して、ナズメが弁当に入って遊んでたら、センターさんなんか見たようなリアクションしたから。でも今日それ前回一回あるからな、マシャさんの時にやってるから。マシャは煽った。うちみんな縛るぞ。運営に通報。いや、通報機能ありましたっけ？ない。いや、ゾリキさんごめんなさい、僕完全に疑ってました。いや、てかマジでずっとミッパなんですけどね。ああ、じゃあカメラの点滅ですね。点滅カメラが悪いですね。ちょっと古いんじゃないですか。これ中古のカメラとかあるんですか？中古の。てかランプが。さんのやつ弁当見れてたの？あれ見える範囲なの？あ、見えました、あれ。おー、そう、見えたっていうか、なんか動いた気がして。あ、パカッて。すごいっすね。あれはナイスでしたね。いや、初日のサントスさんの血しぶき見たもかなり、こっちからしたら、うわ、マジかってなりましたよ。これ要素に入れていいか分かんないけど、ゾミキさん結構怖い色は僕白だと思ってたんで。いや、マジで。怖い色考察してたんだ。あんまり言わないようにしてるんですけど、なんかすごい白っぽいなと思ってました。いや、マジでずっと見てたので、そこを疑われると、さすがに前提が覆ったので。なので、なんかちょっと釣られたらいいかなと思って、僕自身もいけますよってちょっと出しました。でもまあ、なんか、ピアニスには一番の落としどころ、結局で白白で。いや、うん、よかったです。いや、すごい強かったです、ムーブが。反応がね、なんか、グルメントっぽかったですね。そう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 、しかもさ、ナセがちょっと恐る恐るさ、ロラーしますって言ったら、みんながさ、いや、それはない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 って反対してきたから。ロラーはできないだろ、あれ。ロラーはね。ちょっとね、まあ、逆にあれ提案したことによって、なんで提案するんだろうって。ちょっと黒かった。ちょっと思います。僕は問答無用で釣ったのに。まあ、ウキちゃんで。ロラーはできないのに。いや、まあ怪しかったな、まあ、あれはな、うちやのなやつはしょうがないな。せっかく藤宮さんとさ一緒になれた、よっしゃーって言ったら藤宮さんが1キロバーンって死んでいくから。